ロベール2世は、カペー朝、第2代のフランス国王、経験王と呼ばれる。ユーグカペーとその王妃であったアキテーヌ公妃オーム3世の皇女アデライードダキテーヌの息子。ロベールは972年3月27日にオルレアンで生まれた。987年12月25日、ユーグカペーは、オルレアンでロベールに対して、強地王として退官させ。 カペー家による王位世襲を諸行に確認させた。ロベール自身も即位後に、長男優軍に対して退官させたが、彼は、ロベール二世の宝御より先に皇居したため、王位を継いだのは、次男安利となった。ロベール二世は、自身の結婚問題で一時ローマ教皇グレゴリウス五世によって、破門されたことがあるにもかかわらず、経験王の名が示す通り極めて信心深い王だった。 彼は、宮殿の一角に礼拝所を作り、往復をまとって超過や、万華を行ったほか、異教徒に対して厳しい政策をとった。当時のフランス王国は極めて狭い範囲しか、統治していなかった。ロベール2世は王領を拡大すべく継承者不在となった諸公領を併合しようとしたが、これは対立する継承権者との戦いを招いた。1003年のブルゴーニュ領への出兵は、 強い抵抗を受け、教会の支援を得てこの地を手に入れたのは1016年だった。ロベール二世の政策は多くの敵を作ったが、息子もその例外ではなかった。長男で強授王の遊具は、自ら弾独王となるべく反乱を起こした。遊具は1025年に休止するが、続いて、次男アンリと三男ロベールにも反乱を起こされた。敗れた、ロベール二世は、 パリからボージャンシーへ退却した。そして1031年7月20日、ムランで息子と戦っている最中に戦死した。ロベール経験王の波紋ジャンポール・ローランス。1875年、ロベール2世は3度結婚した。最初は989年頃、イタリア王ベレンガーリオ2世の王女で、フランドルク・アルヌルフ2世の未亡人であったロザーラと、 結婚したが、996年に単独統治を開始して間もなく離婚した。ついで996年頃、ブルグント王、コンラートの娘で、ブロアハクウード一世の未亡人であったベルトと結婚したが、彼女がまた重視であったため、教皇グレゴリウス五世は結婚を認めず、ロベール二世が破門される原因となった。これは、 時代の教皇シルエステル2世との交渉の末、婚姻の無効が宣告された。最後の王妃は1001年に結婚したアルルハクキヨーム1世の娘コンスタンスで、彼女との間に7人の子供を設けた。ありがとうございます。